アモツザハビザハビフサヤモツザハビはイスラエルの進化生物学者テルアビブ大学動物学部の名誉教授イスラエル環境保護協会の創立者の一人専門はアラビアヤブチメドリの生態1970年にテルアビブ大学で博士号を取得した彼の業績で最もよく知られるのは動物が自分自身を危険にさらし 適応度を低下させるような振る舞い、特徴、気候の進化についての説明で、ハンディキャップ理論と呼ばれる。これは、性選択に適応されていたが、さらに発展して、動物の発する信号に関する理論の中心的な概念となっている。1980年、イスラエル賞受賞。アモツは、生物学者、アビシャグ・カドマンと結婚した。2017年5月12日。 テルアビブにて89歳で死去。アモツザハビの妻、アビシャグカドマンザハビは、イスラエルのボルカニ農業試験センターで、植物生理学の名誉教授を務める。彼女は、夫との共同研究であるハンディキャップ理論、自然選択説への社会、生物学的アプローチによってよく知られている。エルサレムのヘブライ大学で、フィールドワーク研究中に、アモツザハビと出会い、 1954年に結婚した。それ以来、自分自身の研究の他に、アラビアやブチメドリの観察とアモツの理論の宣伝に、いわゆる悪魔の代理人として関わっている。彼女自身の研究は、植物の成長に与える光の影響である。退職後は、ナーセンター法アグリカルチュラルリサーチで研究を続けている。ザハビ夫妻の間には二人の娘と二人の孫を、 儲けた。生物進化とハンディキャップ原理、アモツ、アビシャグザハビ協調2001年白用者。ありがとうございます。